皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-8894、転落恐怖症、進行の跳躍、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル、インディアナ州フェントンの町は今後、非法人地域として扱われます。町の周辺における自動車及び徒歩の通行は迂回されます。境界線 A1L4 が町の周囲に設けられ、ATF、カッパ8894、フォールフォーエバー、によって維持されます。SCP-8894 の周辺に駐留する職員は、各州で身長の偏差を測定されます。フェントンの町内及び周辺で発見された陥没穴は速やかに封鎖されます。職員は転落しないように最大限の注意を払うことが推奨されます。説明。SCP-8894 はインディアナ州フェントンの町及びその周辺の土壌の指定名称です。本校執筆現在、SCP-8894 は十分に記録されていない多数の異常性を示しています。異常性には以下が含まれますが、それらのみに限定されません。運動、確認済み。有機物の変質、確認済み。発生、確認済み。空間異常の形成。目撃者の証言による。物質の物理的な操作。目撃者の証言による。空中浮揚。目撃者の証言による。SCP-8894 の主な活動はフェントンの各所における陥没穴の形成です。これらの陥没穴は人間に敵対的であることが判明しており、一定の知覚力を持つ可能性があります。陥没穴の内部からは声の喪失が確認されています。SCP-8894 の被害者の総数は現時点では不明です。現在まで、回収された死体は1体のみです。ホイ8894-4を参照。異常活動はまばらな頻度で起こり、一貫性がありません。フェントンから引き離された土壌サンプルはほとんど、または全く異常性を示しません。フェントンの町民たちは SCP-8894 の存在を認知していますが、この話題は大半の町民からタブー視されています。SCP-8894 は2002年8月にフェントンで発生した一連の異常事象に大きく関わっています。ホイ8894-1、初期発見。2002年8月11日の3時50分頃、財団はフェントン町内からの緊急通報を傍受しました。以下はこの通報の完全な書き起こしです。記録開始。よかった。実は、911です。状況は？実は、妹に何かが起きたんです。あの子。おお、神様。何も見えない。電気が消えたら妹が。深呼吸してください。さあ、落ち着いて。私と一緒に呼吸しましょう。もう大丈夫ですね。何があったのですか？何かが妹を引き伸ばした。何ですって？何かが妹を持ち上げて、引っ張って、それで妹は穴みたいなのの中に落ちてって。どこに妹がいるかわからない。妹に何が起きたかもわからない。すみません、おっしゃることがよくわかりません。聞いてください。神様の名にかけて、私にも何がなんだかさっぱりなんです。妹は普通に椅子に座ってました。そしたら糸で釣られるみたいに空中に引っ張り上げられたんです。最初に首、次に腕、その次は足、妹はずっと叫んだり命乞いしたり咳込んだりして。くぐもったすすり泣き。それからまた落ちてきました。椅子の上に、それを突き抜けていって、狼様、妹の両足が床を突き破って地面に引きずり込まれていって、骨が砕けて折れてそして、通話が財団職員に傍受された際の音が聞こえる。お願いします、助けを呼んでください。救助はすでにそちらへ向かっています。奥様、妹さんの体はまだ動いていますか？脈はありますか？動いてます、あの子動いてます。腕を大きく広げて、床の穴から身を乗り出してます。すごく深いのに、ミリー、私に触らないで。でも顔が。ああ、そんな、顔が剥がれた。ミリー、なんてこと、ミリー。その笑顔をやめて、やめて、やめ。奥様、地面はまだ動いていますか？地面は、何か言おうとしています。妹が話してます。狼様、どうか私の妹にそんなことをしないで。至急、家の外に出てください。妹の中で何かが動いてる。膨らみがいくつも。お願い、飛び跳ねないで。下には何もないのよ。お願い。叫び声。木材がひび割れるような音が聞こえる。穴が大きくなってる。
すみません、すぐ家から出てください。あなたはミリーじゃない。湿ったうめき声が聞こえる。あの子はそんなに背が高くない。奥様、今すぐにです。お願いします。肉を裂く音、ゴボゴボという響き。血じゃない。通話が断絶する。記録終了。通報は三角測量され、対応班が現地に派遣されました。到着時、通報元の家屋は発見できず、代わりに巨大な陥没穴が開いていました。穴の中からは何も見つかりませんでした。この新たに形成された陥没穴の中からは、年配の女性の声による短時間の発生が確認されました。以下はその部分的な書き起こしです。記録開始。泥の中で朽ちていく死体を見たことがあるかい？虫けらがたかり始めて、皮膚が骨から剥がれ始めて、顔にはもうしかめ面しか浮かばなくなった後。腐敗が進んで、灰と塵でないものは、汚れがこびりついた骸骨と28本の小さな黒ずんだ歯だけになった後。その死体は沈み始める。あなたは誰なの？正しい角度から見て言うなら、そいつは落ち始める。土はそいつにもう一度愛を与える。土はそいつに実体を与える。意味をもたらす。脳みそはミミズになり、骨は粉々に砕けて、ネバネバの骨髄が接着剤みたいにその欠片に広がる。心臓は血を送り出す。黒い血をね。肺は塵を吸い込む。顔は、虫けらやカビ跡のいろいろな気色悪いちっぽけな連中にむしり取られた顔は、ああ、あんた。その顔は笑うのさ。記録終了。対応班が立ち去ってから間もなく、発声は街の至るところで聞こえ始めました。以下は、ある住民によって録音された、隣家のシャワー室の排水口から聞こえた声の抜粋です。記録開始。ふふ。私が牧師様から聞かされた古いお話をしてあげようかね。神様がまだ人々の心の中にお住まいで、土がまだ雨水で潤っていた頃のお話だよ。このお話をしてくれた牧師様の笑顔はひん曲がってて、腰はなお一層ひん曲がってて、腕は外に向かって伸びているように思えたもんだ。そう、外に。あんたに向かってまっすぐ伸びて、あんたの顔に微笑みを貼り付けてくれる腕なんだよ。長い、長い、長い腕。大地の奥深くまで届きそうな足。上と下の区別がつかなくなるまであんたを落っことす下と指。区別がつかなくなっても、それでどうだってんだい？全部下にあるんだよ。ふふ。下に、下に、下に。記録終了。発生は一時的に止んだ後、別な場所で再開しました。エージェントポーターが、フェントン小学校の地下室にある配管網に反響している音を発見しました。陥没穴と小学校は近接していたため、2番目の発生は大部分が録音に残されました。記録開始。ある日、牧師様は十字架で起こったことを話してくれた。大きな十字架、とんでもなく高く伸びた死体と血の十字架。床から天井ぐらいまである。そして両手に打ち込まれた釘、バーン、バーン、バーン。牧師様は私にもう一人のマリア、かの人の体に香油を塗って骨に人形を差し込んだ方のマリアのお話をした。彼女がどんな風に彼の棺桶を土の中から引っこ抜いて、彼を空中に3フィート、4フィート、5フィートもぶん投げたかってお話さ。は。そうして彼は落ち始めた。下へ、下へ、下へ、そして決して止まらなかった。止まるわけがない。牧師様は言った、神に誓って。それは奇跡だったって私に言った。は。地面に当たって止まったりしなかった。ただただ落ち続けた。ひたすら手足をバタつかせ続けた。あんたもそれは奇跡だと思うかい？憎しみの山の中に埋葬されちまうことがさ。あたしに嘘をつくんじゃない。あたしが嘘をつかないのは神様がご存知だ。彼は地獄へまっすぐ落ちていくように見えるぐらい、とても低く、とても深く沈んだ。きと、きと、まるで流砂のように分厚い床の中へ。土と骨は、欠片一つずつ、血管一本ずつ、引き込まれていって、やがて彼の顔は山ほどの大きさになった。目は開いていた。口も大きく開いていた。
叫ぶなんて選択肢はないんだよ。遥か下にいる時には、誰も聞いちゃくれない。彼は土のように清らかだった、と牧師様は言った。彼は天国へ行くだろう、と牧師様は言った。ちなみにミサス。知らないのかい。どこまでも果てしなく続く奈落。天国だよ。あたしをそんな目で見ないでおくれ。それはもうイエス様じゃないだなんて、誰が牧師様に言えたと思う？記録終了。最初の陥没穴を監視していた職員は、暗闇の中で動きや人影を見たと報告しました。正式な保安非常線が設けられる前に、財団職員3名と町民1名が穴に落下しました。穴の周囲に集まった町民の群衆が次第に暴力的になったものの、財団エージェントは最終的に集まりを解散させることができました。以下はエージェントポーターの事後報告の一部抜粋です。あ、うん。いや、大丈夫だ、博士。ありがとう。我々は0400頃にあそこに到着した。暗かった。雨が降っていた。5フィート隣の木々がほとんど見えなかったほどだ。着いた時、家は見当たらなかった。泥の山と枯れた茂みだけだ。懐中電灯の光が一本、あちらこちらを照らしているのを見たような気がするんだ。左、右、左、右。狂人のように揺れ動いていた。それが被害者だと思った。他に誰があそこにいただろう？あれが彼女じゃないだなんて、我々には知りようがないじゃないか？どう考えても、霊の家はそこにあるはずだった。なければならなかった。何もなかった。穴だけだ。懐中電灯で下を照らした。暗闇がさらに続いていただけだった。我々は陥没穴のてっぺんから発煙筒を落とした。10フィート、15フィート、落ち続けた。20、それが見えなくなってから、穴には当面、近寄らないようにしようと決めた。少ししてから、ウィットロックは声が聞こえると不平を言い始めた。声は穴から来ているという話だった。穴そのものではなく、土から。彼は、その声が、自分に飛べと言っていると言った。彼が身構えるのが見えた。私はあの男を知っている。何年も一緒に働いてきた。財団に参入する前も、一緒にアフガニスタンで従軍していた。彼があれほど怯えているのを見たことは一度もなかった。一度もだぞ、わかっているか？幅3フィートの塹壕の中、銃弾がうなりを上げて頭上をかすめていった時も、娘が死ぬのを見届けた時も、そうだ、彼はいつも両手を組み合わせ、うつむいて祈りを捧げた。あれだけひどい目にあって、どうやって信仰を持ち続けていられたのか、私には見当もつかない。彼が涙を流すのを見たのはあれが初めてだった。疑心暗鬼に陥り、周りのみんなを野犬か何かのように見回すのを見たのも初めてだった。我々は彼を落ち着かせることができなかった。鎮静剤を打とうとした時、彼は泥の中に沈み始めた。今回、彼は祈っていなかった。泥は穴に向かって彼を引っ張り始めた。彼はあっという間にバランスを崩した。泥の中に倒れ込んだ。彼はもがいて抵抗しようとしたし、我々も助けようとした。助けようと試みた、それは分かってほしい。しかし、彼がそうさせなかった。足を蹴り上げて叫んだ。もう少しで手を噛み切られるところだったよ。彼の返却が外れた後、我々は救助を止めた。骨からきれいに抜けていた。泥のせいなのか、班の誰かがやったのか、未だにわからない。何年も一緒だった男だ。彼の子供のベビーシッターをしたこともあった。畜生。彼はその後すぐに落ちていった。穴の端に捕まろうとしていたが、体を全く引っ張り上げることができなかった。滑りやすすぎた。叫び。ああ、あの叫びはもう忘れられそうにない。人間離れしていた。というより、今まで聞いた中で一番人間味のある音だった。彼は落ちていきながら手を振り回し、25年間知っていたのと同じ目で私をまっすぐ見つめた。腕を伸ばして、彼の手を掴みたかった。姿がほとんど見えなくなるまで彼は叫び続けていた。穴底にぶつかる音は聞こえなかった。我々はその場にしばらく立っていた。誰も何も言わなかったよ。やがて、残りの泥が穴の中に落ち始めた。ほんのちょっとずつ穴の側面から崩れていって、雨がすべて下に、穴の中に押し流し始めた。穴はあっという間に大きくなった。我々はその後、速やかに撤退した。あの街で目撃したのがあれだけだったら、我々はあれを単発のアノマリーとして分類しただろうな。本当に、そうであればよかったのに。
ホイ8894に、出来事の時系列。以下の時系列は断片的な目撃証言から構築されました。2002年8月4日、雷雨がインディアナ州フェントンの 4km 北方で発生する。雷雨はフェントンへと移動し、深夜0時までに完全に街を包み込む。雷雨はこの時系列中の出来事を通してやまない。2002年8月5日、正午までに、雷雨は街のインフラストラクチャーの半分を破壊し、街の大部分で照明と電気が機能しなくなる。2002年8月6日、街に通じる主要道路が土砂崩れで崩壊し、午後4時までに町長が非常事態宣言を発出する。学校は閉鎖され、ほとんどの授業が休業する。2002年8月7日、学童2名が同一の原子を経験したと親に報告する。彼らは、落雷を受けた自宅が炎に包まれるのを見たと説明する。家が焼け落ちている間、彼らの意識を強く引きつける人影が家の上階に存在する。家の他の部分が崩落すると、人影は瓦礫の上に浮上して空からぶら下がり、円に体を包まれながら身もだえする。人影は燃えていない。ゆっくりと残りの瓦礫が視界の下へ落ちていくと、人影も落下し始める。人影は観察者を見つめながら地面の中へと消える。2002年8月8日、フェントン町民、ジョーダン・ウェイクフィールドが、寮で、両足が引き伸ばされ、家の2階から地下室まで伸びている状態で目覚める。彼は助けを求めて叫ぶが、嵐のため、近所住民は誰も彼の叫びを聞きつけない。正午頃、ウェイクフィールドが寝室の床を突き破って地面に落ちる際に、大きな亀裂音が街中に響き渡る。ウェイクフィールドは発見されない。2002年、8月9日、町長はインディアナポリスに救援物資を要請しようと考えるが、すぐに通信も途絶していることに気づく。泥は街を出入りするすべてのルートを完全に覆っている。夕暮れ近く、ベイビードーシー、と呼ばれる町民が人形を紛失し、両親がそれを探して近くの泥を掘り返している間に、街の中心部の端から転落する。彼女は、スタビーが喋った。スタビーが喋った。と叫んでから飛び降りたとされている。ドーシーは地面に激突する代わりに空中で静止し、いかなる物理的刺激にも反応を示さなくなる。2002年8月10日、ドーシーについての知らせが街中に広まる。街の唯一の教会、フェントン長老派教会のリップ牧師が、この事件は、奇跡、であると宣言する。数十人の町民が、反応を示さないドーシーの周囲に集まり、畏敬の念を込めて凝視しながら祈る。この間、ドーシーは大きく目を見開いて下の地面を見つめている。深夜0時頃、陥没穴がパトリシア・ウォレスの家を飲み込む。2002年、8月11日、匿名の町民が外を歩いていた際、誤って一冊の本を下水道に落とす。町民は格子越しに下水道を覗き込み、穴の中を落ちていく姿、を目撃する。町民はこの出来事を詳しく説明しない。2002年、8月14日、ドーシーが地面に激突する。2002年、8月15日、ホイ8894-4を参照。ホイ8894-3、音声ログ。翌朝、主要な陥没穴の周辺での発生が始まりました。以下は部分的な書き起こしです。記録開始。人形と話したことはあるかい？それが何を言ったか、あたしにはわかるよ。それがあんたに何を伝えたか知ってるよ。目を開けておくれ。あんた、背筋を伸ばして、首はまっすぐに。あたしの話を聞くんだよ。私は罪人です。そうともさ、預言者ダニエルがバビロンの王に木の夢について語ったとき、ダニエルは泣いたかい？偽りの偶像を信じると宣言しなかったがために、学者たちや子供たちが一戦物釜で火炙りにされたとき、その人たちは泣いたかい？私は角笛やハープやリラや他にも多くの楽器の叫びを耳にしてきた。ああ、それでも私は信心を持ち続ける。私は角笛やハープやリラや他にも多くの楽器の叫びを耳にしてきた。ああ、それでも私は信心を持ち続ける。腕を大きく広げて落ちるんだ。イエス様を信じるんだ。彼があんたを連れて行ってくれる。私は不浄です。今まで崖っぷちから下を見下ろした時に、3フィートかもしれないし、30フィートかもしれない。心の中で、飛べ。って小さな声を感じたことはあるかい？それがイエス様だよ。あんたを家に呼んでいるんだよ。
あんたが地面に叩きつけられる前の最後の瞬間に、あんたは必ず信仰の意味を理解する。必ず救済を理解する。地面に叩きつけられないように神様に祈るといい。腕を広げな。大きく。体が落ちるのに任せるんだ。私たちと一緒に家に帰ろう。記録終了。町に駐留していた財団エージェントは一連の夢を経験しました。以下はある証言の書き起こしです。夢は畑から始まりました。見覚えのある場所でした。すぐ気づきましたよ、僕が育った農場だとね。隅々まで僕の記憶とそっくりそのままでした。錆びたておっしゃが鶏小屋の横にあって、松の木が納屋の上でアーチを描いていました。ふるさとに戻ったような感じでした。大部分は。僕は納屋の裏手へと歩いていきました。そこで馬を飼っていたんです。馬がいるはずでした。向かう途中に、馬たちの稲鳴きが聞こえました。何か、その響きの何かに、僕は身構えました。別にパニック状態とかではありませんでしたよ。ただ、不自然でした。それらしく聞こえなかった。まるで、うちの馬の皮をかぶったよその馬の鳴き声のようでした。納屋の反対側にたどり着くと、厩舎はありませんでした。馬もいませんでした。ただ、どでかい穴、それも多分幅15フィートぐらいのやつが、馬たちがいるはずの場所に空いていました。ついさっき掘られたばかりのように、土が横に山積みにされていました。そこは見えませんでした。改めて顔を上げると、太陽はもう沈んでいました。僕は穴の縁ギリギリまで歩いていきました。まるで何かがそこへ向かえと僕の足に命じているようでした。僕ではない何か。そこに立った時、膝に力が入るのを感じました。その場を離れたり、目をそらしたりすることもできたはずなのに、できなかったんです。何かが、僕は中に入らなければならないと言いました。何かが、僕は飛ばなければならないと言いました。そうしなければ、一晩中その場に立ち尽くし、寒さにやられるのを待つことになる。でも飛び降りれば、裁きを受ける。より良い場所へ行ける。僕は縁の向こうを見下ろしました。飛びました。その時点で夢だとは気づいていました。現実ではありえないとわかっていました。目を覚ましたかった。目を覚ましたくてたまらなかった。でも無理だったんです。僕はただ落下し続けました。穴底にぶつかるのを毎秒待ち続けました。激突の衝撃で骨が潰れるのを感じるのを。でもそれは訪れませんでした。暗闇が僕を包みました。動けませんでした。逃げられませんでした。一分が経ちました。裁かれました。そこにぶつかりました。目覚めました。日が昇るにつれて、町外れに近い井戸から、さらに多くの声が聞こえるようになりました。以下はその書き起こしです。記録開始。最後の大が高さ10万キュビトに及ぶ最も高い塔から飛ぶとき、そいつは落ちるのか？私は何日もこれについて考えてきた。私はこうなると思う。王の手の最後の指は伸ばされ、最後の石にかけられる。王の口から漏れる最後の叫びは弱々しく、玉のように流れる最後の汗が把握を緩める。頭がのけぞる。体が倒れる。王は地面に直面する。信仰の跳躍。最後の王は急降下する。彼の最後の動きは無我夢中だが、大地の冷淡な性質の前にはそれも無意味だ。彼は泣く。地面が上へ上へとせり上がる。1秒、2秒、3秒、最後の数秒間に彼は自分に向かって迫り来たる地面を見つめ、最後の瞬間に舗装が自分の顎と体を打って骨と肺を叩き潰すのを最後の一息まで感じる。彼は信仰なき者と宣言されるだろう。信心者。私はあれがこういうすべてのことを語るのを聞いたんだ。すべての良き言葉とすべての悪しき言葉を。すべてをね。安畜生は語るべきじゃなかった。あれは疑いの種をまいた。違うかい？あれは人々の信仰に、繋がれざる信仰に疑問を投げかけて、お返しに不信の叫びをあげたんだ。私を許しください。あの化け物は私の子供を奪った。どうか知っておいておくれ。あんた、私の最後の行いは。
あんた自身の救済のためなんだよ。死の御言葉。アーメン。記録終了。ホイ88944。2002年8月15日の出来事。2002年8月15日の朝から、SCP-8894 の活動は劇的に活発化しました。目撃者の証言をもとに、出来事の時系列が構築されました。6時42分、陥没穴がベイビードーシーの死亡現場に形成される。ドーシーの死体は検視解剖のため、町の診療所へと運ばれる。7時まで、街中の人々がベイビードーシーの死亡現場に集合する。フェントン町民たちはろうそくを持参し、賛美歌を歌いながら陥没穴を囲む輪を作る。特筆すべきことに、ろうそくの煙は陥没穴の中へと流れ込む。少数の目撃者は、陥没穴の中から、自分たちに合わせて歌う声が聞こえたと回想している。8時半まで、群衆はフェントン町老派教会に向かって行進し始める。地震が街の全域で記録される。10時まで、検視解剖が終了する。血液の全損失にもかかわらず、ドーシーの死体は身動きと発生を継続し、SCP-8894 のサンプルが強制採取されるまで、まだ起きてる、まだ起きてる、と繰り返し言い続ける。10時22分、すべての発生が止む。10時24分、リップ牧師が群衆の中から姿を現し、群衆を教会へと導き始める。雨が群衆に激しく降り注いでいるが、彼らは気づく様子を見せない。彼らのろうそくは燃え尽きない。10時40分。群衆は町の墓地、フェントンメモリアルパークを通り過ぎる。傍観者たちによると、群衆は当初よりもはるかに大人数になっている。規模は倍になっているように見受けられ、傍観者からは身元が不明、不確かな新入りの人物が大勢加わっている。10時44分。ドーシーの母親と父親が群衆の中に現れる。10時48分。リップ牧師が教会に入る。これらの出来事はフェントン長老派教会の内部で発生した事件で集結しました。以下は、財団サイト39に生中継された、この事件の唯一の記録の書き起こしです。記録開始。映像は、険しい表情を浮かべた中年男性が立つ教会の礼拝堂から始まる。バディリップ牧師と特定できるこの男性は群衆に語りかけている。友人たちよ、あなた方に一つ問いかけます。あなた方一人一人に内省し、重厚して自分なりの答えを出していただきたい。そして、それを私に教えていただきたい。あなたは天国に行けると思いますか？一斉にざわめきが起こる。群衆が動揺し始める。静粛に、各自、考えていただきたい。これまでどのような悪事を行いましたか？あなた方一人一人は、どのように罪を犯しましたか？あなた方一人一人はどのような行いを経て集合的な浮上に屈してきたのですか？ざわめきは続く。地面がごくかすかに揺れる。あなた方もお気づきでしょう。何もあなた方を清めることはできません。山の雨はあなた方を清めません。泥はあなた方を清めません。信仰の跳躍はあなた方を清めません。罪人。リップの頭が後ろにのけぞり、彼は空中浮揚し始める。これは彼の演説に影響を及ぼしていないようである。私はよくこう聞かれます。バディ、どうして私がこんな目に遭わなきゃならないんですか？私は常に同じことを言います。あなたは失敗した。これがあなたへの罰なのだ。大きな亀裂音が回収席に響き渡り、リップの背骨が二つに折れる。彼はこの影響を受けていないようであり、認識している様子も見せない。立ちなさい。全員です。今すぐ立ちなさい。群衆が不安げに立ち上がる。自分の姿を見つめなさい。あなた方罪人にもう一つ質問があります。あなた方は落ちるのを恐れますか？急降下は怖いですか？それはあなた方の信仰を試しますか？リップの左足の横に深い切り傷が生じ、血が流れる。群衆が息を呑む。地面が再び揺れる。私はこれからあなた方を押します。私はあなた方を突き飛ばし、あなた方は後ろによろけて崖から真っ逆さまに落ちます。なぜなら、あなた方は全員耳を傾ける必要があるからです。あなた方は全員学ぶ必要があります。あなた方は尻を引き締め、もがき、叫び、手と腕をできる限り遠くへと伸ばすでしょうが、あなた方ができることは何一つ、あなた方を止めることはできません。群衆が空中浮揚し始める。
群衆は悲鳴を上げ、身動きしようとする。カメラも空中浮揚している。天国に行くにはどうしたらいいか知りたいですか？何をしなければならないか知りたいですか？群衆は床から約4フィート上まで浮上している。雨が天井をすり抜けて降り始める。こう。大きな亀裂音が街中に響き渡り、教会の床が中心から2つに割れる。土が伸縮する様子がカメラに捉えられ、教会の中心に穴が開く。回収石が穴に転落し、落ちていく途中で砕ける。こうのです。声は、許されます。声は、清められます。リップの体が垂直に伸びる。彼の足の皮膚が裂ける。彼が話し続ける中、穴は教会全体を飲み込む大きさまで拡張する。穴の中には暗闇しか見えない。声は、救済が得られるのです。群衆とリップが空中浮揚しなくなり、穴へと落下する。教会は悲鳴で満たされる。カメラは群衆と共に落下し、激しく揺れ動きながら大きく開いた陥没穴の中へと転がり落ちていく。穴の縁には土とひび割れた床板が見える。カメラが落下し続けると、やがて暗闇が画面全体を占めるようになり、悲鳴は小さくなっていく。暗闇の状態が約2分間続いた後、穴の一方の端に金色の光が見える。カメラが光に向かって急速に落下した後、光は画面全体を包み込む。カメラ視点が新たな明るさに合わせて調整される。陥没穴の反対側には、判別可能な植物や地形が見当たらない、荒涼とした白い風景が広がっている。カメラは現在、数十人の散らばった一団と共に、上方に向かって落下しているように思われる。血液と少量の内臓が上方向の空に向かって滴る。カメラの前で、地面に向かって手が差し伸べられる。人々は上昇し続ける。映像がさらに60秒間、無音で続いた後、接続が途絶する。記録終了。当該地域の雷雨はその後間もなく止みました。これ以降、SCP-8894 はほとんどないし全く活動を示していません。以上です。いかがでしたでしょうか？それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。